ウジェーヌ・アントニアディ・ウジェーヌ・ミシェル・アントニアディは、トルコのコンスタンティノープルで生まれた、キリシャ人の天文学者である。主に、フランスで活躍し、フランス国籍を得た。惑星特に火星の観測によって知られる。1893年、フランスへ移り、カミー・ユフラ・マリオンによって、ジュビシー・シュルオルジュ天文台で雇われた。ムードン天文台などで、火星の観測を行った。はじめ、 火星の運河の存在を支持する立場であったが後に運河の存在を否定した。また金星、水星の観測を行い、水星の地図の作成を試みた最初の一人である。土星の輪に放射状の模様を認めたが、これは他の天文学者によって否定された。1930年に火星ラ・プラネット・マーズを出版した。アントニア・ディシャクドとして、 シーイングの尺度の表し方が残されている。月のクレーター、火星のクレーターに命名されている。ありがとうございます。